アンチモンは原子番号51の元素。元素記号は SB。常温、常圧で安定なのは灰色アンチモンで銀白色の金属光沢のある硬くて脆い半金属の個体。炎色反応は単性色である。レアメタルの一種。なお、日本語でアンチモニーと呼ばれる場合、この元素を指す場合とこの元素を含む合金の一種を指す場合がある。 ある修道会で豚にアンチモンを与えたら豚は丸々と太った。そこで栄養失調の修道士に与えたところ、太るどころではなく死んでしまった。それゆえ、アンチモンクという名が与えられたという逸話がある。ウアレンティウスがアンチモンの語を初めて表したが、この修道士がウアレンティウスとするならばドイツ語ではなく、フランス語の文句を用いて命名するのは不自然である。 実際には11世紀頃にアラビアより錬金術が伝わった際にすでにアンチモンにアラビア語の名が与えられていたのでアンチモンという語の語源はアラビア語に由来すると考えられている。ギリシャ語で孤独嫌いを意味するアンチモノスが由来とする説もある。日本では英語の読み方を採用してアンチモニーと表記されていることもある。元素記号の SB は輝きやすこを意味する。 ラテン語スチビウムから取られている。アンチモン化合物は古代より顔料として利用され、最古のものでは、有史前のアフリカで利用されていた痕跡が残っている。西洋史においては、ドイツエルフルトのベネディクト会修道院長、医師、錬金術師であるバシリウス・アレンティウスが表したと、される、太古の偉大なる医師自然、超自然の存在、オカルト哲学、アンチモン外戦者など、 バレンティヌス文書にアンチモンの記述が見出される。しかし、ベネディクト会の記録には、バシリウス・ウアレンティウスが存在したという記録はない。また、16世紀に、チューリンゲンの三時間かつ製園業者である、ヨハンテルデが、編纂出版しているが、実際には、ウアレンティウスは存在せず彼の著作であるという説がある。アンチモンの外戦者で、ワインより生じる、正常。 レグレスと呼ばれる結晶が記述されているが、これは主席産アンチモンの結晶であると推定される。またアンチモンの毒性について、バレンティヌス文書で述べられている。日本最古の銅線である、不本線に、アンチモンが銅の誘拐温度を下げ中造を優しくするとともに、完成品の強度を上げるために添加されている。中国の湖南省が世界の主産地で、他に、関東省。 紀州省などにも、ア秋田康港の鉱山がある。最大の鉱山は、湖南省の鈴鉱山であるが、その名が示す通り、昔は鈴と混同されていた。なお、中国語の方言では、アルミニウムをアンチモンや鈴と混同して呼ぶ例も見られる。日本において、本格的に採掘が開始されたのは、明治時代以降である。愛媛県、一の川鉱山、兵庫県、 中瀬鉱山、山口県、六谷鉱山等が開発された。特に、市の川鉱山は、微小の輝き安鉱が産出されることが、海外にも知られ、精錬所も建設された。しかし、資源枯渇や生産コストの問題から現在は全て、輸入となっている。また、鉱石による輸入は1990年代に、終了し、全量が地金及び地金くず。 あるいは三酸化アンチモン等化合物による輸入である。2011年5月、鹿児島湾の海底で総量約90万トンと推定されるアンチモンの交渉が岡山大学や東京大学、九州大学らの研究グループにより発見されたと報道された。2010年の日本国内販売量約5000トンから、計算すると約180年分が賄える量。 鉱石からのアンチモンの抽出は、鉱石の品質と蘇生に依存する。ほとんどのアンチモンは硫化物として産出する。低品位の鉱石は、フロス浮き線によって先行され、先行された鉱石は、輝きやすこが溶けて、脈石鉱物から分離する温度である500から600度に、加熱して精錬される。アンチモンは鉄くずで還元することにより、ソリ化カアンチモンから分離できる。 硫化物を酸化物に変換する。次に揮発性の酸化アンチモンを焙煎して気化させて回収する。この材料は主な用途に直接使用されることが多く、不純物はヒ素と硫化物である。アンチモンは炭素熱還元によって酸化物から分離される。低品位の鉱石は香炉で還元され、高品位の鉱石は反射炉で還元される。アンチモンの生産量の 約60%は難燃剤に使用され、20%が鉛電池、残りが滑り軸受け、ハンダの合金などで使用される。工業材料として多岐にわたる用途に用いられているが、人体に対して毒性の疑いがあることから、代替素材の開発が進み、徐々に使用が控えられる傾向にある。アンチモンジガネは正方形に作られることが多く、 髪型に輝きやす康うのようなシダ状のデコボコ模様ができる。これはスターマークといい純度の高いものほどこの模様がはっきりと現れる。脆い金属のため合金として用いられ、16世紀には鏡や活字に用いられていた。主に望遠コンパウンドの酸酸化物として使用され、ハロゲン岩油ポリマーを除いて常にハロゲン化難燃剤と組み合わせて使用される。 三酸,酸化アンチモンの難燃効果は、水素原子と反応して、酸素原子と、オーラジカルとも反応して、火災を抑制するハロゲン化アンチモン化合物の形成によって生み出される。これらの難燃剤の市場には、子供服、おもちゃ、航空機、自動車のシートカバーなどがある。鉛蓄電池の電極への添加は強度及び、耐電特性を向上させ電池の性能を向上させる。 アンチモンは鉛と非常に有用な合金を形成して高度と機械的強度を高める。鉛を含むほとんどの用途は様々な量のアンチモンが合金金属として使用される。大型の搬送スーパーヨットの場合は船底のバラストとして鉛キールが使用される。鉛キールの高度と引っ張り強度を向上させるためにアンチモンが2から5体積パーセントの鉛と 混合される。銃弾の弾頭の鉛への添加、電気ケーブル、活字合金、鉛ハンダ、オルガンパイプなどがある。バレンティヌス文書などをはじめ古典的著作には、毒性が認められてきた元素である。広く使われてきた結果、自然界への蓄積が進み、無視できないレベルに達していると指摘する指揮者もいる。急性アンチモン中毒の症状は、著しい体重の減少、脱毛、 皮膚の乾燥、リンペン状の皮膚である。また、血液学的所見では、抗酸球の増加が、病理的所見では、心臓、肝臓、腎臓に、急性の鬱血が認められる。このほかアンチモン化合物は、皮膚や粘膜への刺激性を有するものが多く、日本では毒物及び劇物取締法及び毒物、及び劇物指定例により、アンチモン化合物及び、 これを含有する製剤は硫化アンチモンなど一部の例外を除いて劇物に指定されている。日本語でアンチモニーと呼ばれる場合、この元素ではなくこの元素を含む合金の一種を指す場合がある。合金としてのアンチモニーは、鉛80%から90%、アンチモン10%から20%、この他用途により鈴を少々混ぜた合金のことを言う。 合金としてのアンチモニーの地金を、鋳造加工した製品を、アンチモニー製品、その産業を、アンチモニー産業という。合金としてのアンチモニーは、芋の表面が平滑で、冷却後の収縮が少なく、メッキの糊も良いといった特性がある。小皿、優勝カップ、トロフィー、メダルなどに利用される。ありがとうございます。